こんばんは。こんばんは。木曜フットでございます。はい。早いですね、1年。早いよ。早いっすね。ねえ、うん、シーズン終わっちゃいましたし、終わったから、うん、こちらの方が来てくれたということでございますよね。今回ゲストを招きいたしました。うん、今シーズン、ビファーレン長崎を見事、J1 昇格に導いた高木拓也監督です。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。もうおめでとうございます。もう言われすぎてるでしょ。まあ、そうです。いや、まあ言われすぎてるというか、そういう言葉たくさんいただきました。いやどうですか、もうオフ、今まあオフですよね、はいはい。オフはどうお過ごしになってるんですか。オフはですね、はい、まあ、海外の方にも行ったりとか、はい、いろいろして、まあ、家族が東京にいますので、はい、ゆっくり過ごしてます。あ、でも海外に行かれて。はい、海外は何ですか、そのサッカーを見に行ってるんですか。サッカーも見に行きましたし、はい、ちょっとこうリフレッシュ。あ、まあまあそれはね、はい、そらもうなんぼでもリフレッシュしてそらってもう自分を褒めてもいい時じゃないですか言うたら今シーズンは、ね、ちなみに海外はどちらに行かれて。海外はもちろんサッカーはハワイ。サッカーは、はい、ちょっとスペインとかドイツとか。あ、モナコにも行きました。へー、結構得るものとかも。そうですね、ありましたね。ちょっとトップのチームよりも育成の方 の、 ダイレクターとか、はい、最高責任者の人といろいろ話をして、今モナエースモナコはこういうことやってるんだよって話をしました。へー、まあでもそれオフじゃないとできないことですもんね。そうですね、はい、全くいけないですからね。さあ、そしてワッキー、はい、なんと15年前なんですけども、うん、高木さんはフットの解説者とかフットにも出演されてた、はい、そちらの映像が今日はあるということなんで。久しぶりです。こちらちょっと見ていただきたいと思いますが、はい、出ますでしょうか。あら若い。それは若いか。で、このフット初登場が、うん、まさに12月28日今日なんですよ。うわ、すげえ偶然。これすごいです。あ、鈴鹿さん。鈴鹿さん、これ何なんですか。高木さん、この大砲バンバンって何なんですか。まあ、僕が、はい、その、まあ、アジアの大砲って言われてたんで、はいはい、そういう意味でつけられたんですけど、はいはい、まあ、注目するプレイヤーみたいな。で、鈴鹿、さんがってことはイタリアの感じですか。イタリアを。いや、これプレミア全体じゃないですか。全体、はい、そうなんですか。あの引退して何年後ぐらいですか。今何年でしたっけ。2001年って出てましたよ。すぐです。あ、引退すぐ、はい、すぐにもこの番組を出られてたということで、すごいですね。歴史あるな、フットは。本当に歴史ありますね。歴史ある。でまたね、偶然ね、同じ僕でもそんなにフットたくさん出たイメージないんですよ。あ、そうですか。ご自身の中では、はい、まあ、あの頃はもちろん出てましたけど、はい、わあ、でもなんかすごいですね。今ちょっと歴史を、いや、感じるし、それでねえ、うん、J1 に昇格した監督としてまたこう帰ってきてくれたっていうのは、これは僕らの J1 って言ってますけど、やっぱ J1 って言った方がいいですか。いや、言わない方がいいだろう。でもそれはですね、高田社長もおっしゃってましたけど、はい、僕はもうよくわからないんだって言ってました。自分ではJ か J なのかっていうのはよくわからないです、うんうん、でも自分でこう J って言ってるつもりを聞いたら J に聞こえてしまうという、うん、はい、これもかなり言われたでしょうけどもね。流行んないと思うよ全は、うん、いや、でも本当に今シーズンはもう見事な成績ということでございましたけども、うん、はい、ぶっちゃけあのシーズン始まる前にこの成績になるっていう予想っていうか、うん、想像ってできたんですか。いや、もちろんその目指すところは、はい、昇格っていうのは目指していこうとは思いましたけど、うん、はい、本当にストレートで、要するに、2位以内でいけるっていうふうには、うんうん、なかなか難しかったですね。まずはやっぱり6位以内に入ってっていうところがあったと思いますね、うんうん、今シーズンもかなりメンバーが変わったじゃないですか、はいはい、その中でこの成績を収めるって僕は本当に素晴らしいなと思うんですけど、うちはもう慣れちゃってるんですよ、うん、毎年結構変わるので。もうメンバー変わるのにも慣れてるという、うん、それじゃダメなんでしょうけど、そう、とはいえですよね、うん、だけど変わった時には変わったなりの選手の特性とかを生かして自分のこう基本ベースにうまくこうはめていけるっていうのもあるので、うん、だから僕やってて毎年面白いチームできていいなと思います。うわ、すごい。監督の方針と考え方として今はそんなすごくなくてもこいつは伸びるぞみたいな
漢字の選手を取ってきて育てるっていうふうに聞いたんですけども。そうですね、まず例えば運動量だったり、はい、基本的なベースのフィジカル要素が強く選手はやっぱりあとは細かい技術を磨いていけば、うん、トップで通用していくと思うので、まあ、そういうところはあの、まあ、小宮先生もそうでした高校時代の。あーそっか、それがベースやろ。すごい歴史があるね。いやすごい話、すごいね。そっか、うん、いやだからあの高木さんってその、まあ、国見高校ができる時に、そうです、うん、ていうかできる前というか島原商業とのあそこら辺ですもんね。僕はあれですよ、あの小宮先生が国見に行く前に、はい、1年前に行ってるんですよ。先入ってるんですよね。先入ってるんですよ。あもう小宮さんが来るということで、はい、先読みして先に行って待ってたんだ。だからもうすごいなと思うのが、うん、本当にその長崎のサッカーの歴史もかなり見てきたわけじゃないですか、その中の主役というか、うん、ねそうで、だから国見一期生っていうことなんですよね。まあそうですね、うん、でその長崎のチームで J1 に行けたというのはこれなんかすごいことじゃないですか。そうだな、やっぱり僕もプレーしてる時には長崎ではちょうど全日空がフランチャイズで長崎にプレーしてたんですね、はい、で試合に行った時もありましたけど、もちろんプロのチームなかったので、今こうやってプロのチームができて J1 に上がってきたっていうことを考えるとちょっとやっぱり感慨深いというか、だからそういう意味もあってワッキーもあの最終節の、はいはい、あのセレモニー見たでしょ、はい、あの高木監督の言葉に泣けたんじゃないの、うん、いやもう本当そうですよ、うん、僕あのノートにですね、うん、あの高木監督のコメントはなんと 3G ついてます、ね、一番の評価じゃないですか。一番の評価 3G どこの辺に 3G やっぱり、はい、長崎県民代表して選手のみんなありがとうっていう風に言ったところはもう本当に涙が出ました、出ちゃいました。でも多分高木さんからしてもすごい正直なお言葉だったんですね。そうですね、じゃあ、うん、本当は、うん、はい、結構決まった瞬間、ホイッスルが鳴った瞬間、うん、僕ちょっとこう涙もろくっていうか、はい、涙がポー出るかなと思ったんですよ、はい、全然そんなにならなかったですね。そうなんですか、はい、それはちょっと慣れって思ったんですか、涙出てこいみたいな。ちょっと僕気絶するかもしれないなぐらいのこう思いはあったんですよ、はい、だけどそうはならなくて、あの実を言うとその前にファンマが、はい、残り1分ぐらいの時に肉離れをしたんですよ。ちょっと怪我してましたね、はい、そう、それでお前なんでここまで頑張ったのに肉離れしてんだと思って、それがちょっと残念、そっちに気が、なるほどね、そのこういうことってカクってなっちゃったんですね。そうで、そうしてる間に終わっちゃったんです。で気がつくとゲームが終わってたみたいな。あのぶっちゃけあの時は堀田会場の結果っていうのはご存知だったんですか、はい、僕は、はい、あのミーティング、チームのミーティング、まあ、その試合に向けてのミーティングが10分前だったんですけど、はい、そこまでは知らなかったです、はい、知らなかったんですか、はい、もうスタッフもみんな教えてくれた。あえて入れなかった部分もある、うん、あえてもそうですけど、うん、まあ、暗黙の了解っていうか、はい、でもお前ら言うてくるなよと。そう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 。でも なんで分かっちゃったんですか。どの段階でこう、僕の田舎の同級生がメールで、はい、LINE であの名古屋03っていう数あの、はい、文字が来たんですよ。名古屋03、名古屋03、そう、勝ってるのか負けてるのか分からないですよ、ね、そうですね、ちょっと文字足らずですね、それね。それで、はい、初めてスタッフに確認したら負けてますと、はい、で福岡も同点で終わりました、はい、っていう、これは勝てば上がるぞと、はい、そうです、うわあのスタジアムの雰囲気すごかったですね。いや本当すごあの多分試合が始まってからもうお客さんがどんどん入ってきたような印象がありましたね。はあ、い、そうか、22,407人ですね。すごいぶっちゃけあの僕も行ったことあるんですけど、ちょっとアクセスそれほどいいスタジアムじゃないじゃないですか、うん、はい、それでこれだけ入るって僕すごいと思うんですけど。いやあのもうほら我々が勝てば決まるっていうのはあったんで、はい、まあ、それはやっぱりそういう試合を見に来るってのあったんじゃないですかね、うん、本当に舞台が整ったっていうことですよね。しかもナイターだったので、はい、結構なんていうんですか、綺麗でしたね、そのスタジアムの雰囲気。なるほど、
なんかでもそういうのもちょっと見るぐらいの余裕もあったんですか。でもね、僕は、はい、あの試合はなんでナイターなのかなと思いましたよ。なんなんですか。だってやっぱりできれば同じ時間帯ぐらいでやった方がまあ本来、ね、いいなと思ってたんですけど、まあ結果的にはね良かったですけど、まあでも最高のホーム最終節でしょ、はい、ねえ、あんれを迎えられるっていうのはそうね、あの2万4千にも入ってでもう勝つぞってなってさあ泣くぞって時にパンマがやってたって感じで本当にそうなんですね、ドカーンと泣きたかったでしょうけども、ぶっちゃけ、まあ長崎ってそんなすごい予算のあるチームじゃないじゃないですか、まあ、いくらっては聞かないですけど J2 で何番目ぐらいなんですか。選手の年俸で言えば、はい、これ多分オフィシャルでも出てるんですけど多分下から7番目ぐらいだったんじゃないかな、多分すごいな、それで上がっちゃうの下から7番目、はい、やっぱりその別に予算に比例して順位ってはならないと思いますけど、うんうん、でもある程度やっぱそういう部分とありますよね。基本はやっぱあると思います、うん、いやだからそのね、うんうん、これだけの、まあ、選手を駒に例えてしまってもあれですけど、はい、この駒でこうってやっていくってなったらやっぱりそのお金があるチームの方がいい選手というか、うん、じゃない中で、うん、自動昇格っていうのはやっぱり監督の腕でしょう。そうだと思いますよ。確かだって言いようがなくないですか。まあでも、うん、まあ、もちろん高木さんの腕もありますよ、はい、でも、うん、僕今シーズンやっぱり社長の存在って大きかったのかなって僕思うんですけど、うん、高木さんいかがですか。まあ、僕自身にも、はい、高田明社長の存在って大きかったと思いますし、選手たちにも本当気兼ねなく声をかけていただきましたので、うん、はい、結構和やかな雰囲気を作っていただきました、ね、なるほどね。適度な緊張感と、でもその僕聞いたんですけど本当にスタジアムに毎回のように来るんですよね。そうですね、ほとんど来られましたね。で、はい、アウェーの場合はよく、はい、サポーターがいるようなところに行くんですよね。行かれるんですよ。アウェーでも行くんですか。アウェーで行かれます。すごいな。これ社長ってことは実行委員、はい、やられてます。もうされてるってことですか、はい、なんか会議みたいなのやりますし。ありますあります。ナチコミシュラミーティングって試合前に、はい、レフリーと相手方の監督さんと、はい、それからナチコミシュラがいて、はい、そこにもいらっしゃる。いらっしゃいます。でやっぱり僕も思ったのは、うん、やっぱ高田社長が来ると一目置かれますよね。全然雰囲気レフリーも全然違います。そうですし、はい、向こうのチームの関係者の人も、はい、全然違いました。いるよみたいな。これだから高田社長が言ったらもうホームアンドアウェー関係なくなっちゃうかもしれないね。あ、確かにね。そうで最初はやっぱり名刺を渡されるんですよ高田社長。はいはい、実行委員になったばかり、はい、なんか受けその名刺をもらってる方の顔を見るとなんか喜んでますからすごい効力だなでそういうのってやっぱ大きいですよね。大きいですよ。じゃないです。大きいです。だって相手チームの社長あの人やぞ、うん、みんなの知ってるジャパネットのみたいな。いやそうだよね。うわーそれすごい。集客にももちろんねありましたね。なんか社長を見に行くみたいな人もいたみたいよ。あ、そうそうそう。へアウェーのサポーターがなんかインタビュー受けてて、うんうんはい、高田社長を見たくて来ましたみたいな本当は遠いから来ないのかと思ったんだけどつってだって試合の前スタジアムの外でイベントみたいなのもされたり、はい、してますよね。かなりやられますよね。まあ、早く来てそのとにかく高田さんじゃ社長自体が全てを自分のところでやってましたよね。例えば製品その品物を売る際にスタジオもそうだったし、なるほど、全てのキャスティングを自分でやってたので、はい、とにかくグラウンドに来てこういうものを持ってやりたいねとかかなり考えられてたと思いますよね。うわでもやっぱり存在ってやっぱかなり大きかったってことです ね。長崎の地元の人だし、やっぱもう全てがこう整う感じだな、あの人がいると。だからそれも長崎の方も嬉しかったんじゃないですか。その社長も長崎の方、監督も長崎の方ってのはすごいやっぱり距離感って、チームとの距離感ってお客さん変わるんじゃないですか。それは多分違うと思いますね。一番いい形だし一番サポーターが応援しやすいよね。まあそうですね。
で、高木さんはもう佐々木さんは監督になられて何年目ぐらいですか？はい、もう10年目か11年目ぐらいですけど。そんなに、はい、実はスタッフが調べますとサンフレッチェ広島出身の監督さんって結構多いですね。意外と多くて、これご覧になってもそうですけども、ここもここは皆さん一緒にされてた、はい、一番容姿的に変わってなったのは岩橋君ですけど、まあ彼はチェコでイタリアワールドカップのチェコ代表のキャプテンだったんですよね。はい、結構太りましたね。この中でそのそうそうなるもんだ、はい、選手時代と今の監督さんのイメージなんか全然ちょっと違うなみたいな方っていらっしゃいますか？肩の坂でしたね。今大分の監督されてますけども、はいはい、一緒に練習試合とかもいろいろやりましたけど、はい、結構選手自体はあんまりそのねぐわーっと話すようなタイプじゃなかったと思うんですけど、うん、はい、監督になってからは結構もう常にこう最前線でボール、うん、前前、はい、選手の動きに対して、うん、あらこうだって言ってるので、簡単すげえなと思って。あれちょっと変わったなというか、はい、監督になるとこうなっちゃうんだみたいな、結構細かく言ってるんだなと思って。なんかあるんですかね、そなんかその広島でやると監督になる要素みたいな、なんか年代は それぐらいの年代の方が多いっていうのも、僕らが入った時に、当時の教科部長の人が今西さんっていらっしゃって、はいはい、この方がやっぱりサッカー選手の前にやっぱ社会人だということを常に言われてて、うん、結構レポートとかも練習のレポート、合宿行った時のレポートとかも出させられたんですよ、うん。で選手時代に当時はまだ松田、僕が入った時は松田だったんですけど、はい、松田の、会社の中にあるいろんなこう何て言うんですかね、ちょっと忘れましたけど、いろんな、例えば言葉の、うん、教室とか、うん、そういうのにも積極的に入れて、僕英会話教室入ってました。え、選手時代ですか？はい。そのサッカーばっかりじゃなくて、福利厚生の中にあるそういう、まあ、いわゆる、まあ、松田ってもう本当に会社のそんなチームですから、じゃあ他の社員と一緒のことをやれみたいなことですか？うん、そういうこともやらないとダメだということで、週1ぐらいでしたけどね、もちろん。そういうのがあってなのかな。ちなみにあの風間彰宏さんはやっぱりああいうサッカーするだろうなって感じでした？そうですね、風間さんの場合とにかくこだわりが強い人だったという選手時代から、はい、ありました。まあ、テクニシャンというか、はい、ね、今でまた対戦することになるじゃないですか。いやいやいや、それもまたね、そう楽しみな、大変ですよ、まだ ああいうサッカーに対応していくのは。ちょっとそのあたりのまた2018年のあたりの話もお聞きしたいと思いますので、うん、それでは一旦 CM お願いします。さあ、今日のも、フットはですね、ビファーレン長崎の、高木拓也監督に、お越しいただいておりますが、はい、2017年シーズンは終わりましたけども、なんかすごい僕劇的なゲームが多かったかなっていう印象あるんですけど、いかがですか？あの特に終盤戦ですね、はい、終盤はかなり劇的な状況、はい、特に名古屋とかね、名古屋戦で追いついたゲームありました。千葉もそうでしたけどね、あのファンマーファンマーヘッドですね。ファンマーヘッドね。だって取られたのも結構もう終盤に41分じゃなかったですか？そうですよね、それぐらいでまた取り返したというような、そうそう、ギリギリで取りましたもんね。これだからもし名古屋に負けてたら、いやちょっとね、はい、名古屋も勢いづくし、確かに確かに分かんなかったでしょ、はい。僕印象的なのがあの28節のね、福岡戦でね、もう後半ね、もうかなり押されたじゃないですか、それでも耐え切ったりとか、あと千葉戦のあの乾選手のヘディングシュートありました。ああいうのってその監督がやれって言って劇的なゲームできるわけじゃないじゃないですか、はいはい、だけど僕がちょっと一つそこに見えない力っていうのにチャレンジしようと思ったんです。どういうこと？要するにまあ勢いとか、はい、まあ、そういう終盤でも点が取れるような力っていう、うんうん、その見えない力って何なんだろうなってずっと今シーズン考えてました。要は勢いをもたらす力っていうことですけど、だからそのポジショニングがどうとかっていうことだけじゃなくて、はい、そういうもう全体でその見えない力を作り出すにはどうしたらいいかっていう、わけわかんないこと言ってると思いますけど、いやでもそういうのってやっぱ監督が、うん、あの常に
そうに選手にこう言うことによって選手がこう絶対勝たなきゃいけないとかって全員がこう思うじゃないですか。僕あの名古屋戦のそれこそハンマーヘッド決めた後に誰だったかな、高見選手かな、なんかボールをだって勝つぞっていう、要は引き分けでもまあ追いついたから御の字の試合なんだけど勝ちに行くっていう風になったところがあすごいなこれって思ったんですよ。行きましたね。ですよね、はい、僕は何も指示してないですね。あ、やっぱ選手がそう思ってんだ、はい、あんなの引き分けでも OK じゃん。いや、確かに確かに終了間際に追いついたんだからさ。だからその選手があ、こいつらほんまにその気になってきたなみたいな感じってやっぱり変わる時期ってあるんですか？ありましたよ。本当に最後の5試合6試合ぐらいとかは、はい、もう練習とかもバチバチなんですよ。何も言ってないのに、はい、結構それを止めるのに、難しかったです。コントロールして、ね、逆のことなんだね。なんか勝ったらやってんじゃねえぞみちゃんじゃなくて、逆の、うん、やりすぎやりすぎって待て待て待てと。そうそう、いい状態。それはでも監督としては嬉しい。そうなんですよ。ですね、はい、でさっきも言ったようにその勢い、まあ、見えない力って勢いに近いもんですけど、はい、勢いを殺さないためのことをずっと考えてました。間合いとかあるじゃないですか、はいはいはい、練習の内容とかね、もう一言かける言葉でも、はい、いろんなこと考えながら。そうですね。うわぁ、すごい。いや、なんかそういう見えない、うん、その勝負師の、うん、なんか勘だとか高木監督ってあるんですよ、はい、あー麻雀とかやっても強いんじゃないですか僕できないんですよ、麻雀うわ、うん、さあそして2018年は J1 に挑むわけですけども、うん、はいはい、まずちょっと今とりあえず加入が決まってる選手のちょっと表を見ていただきたいと思いますが、うん、まあ、徳永選手とか結構ね、はい、出てますけど、まあ、黒木選手もまたこれいい選手ですしね、はい、うん、そうですね、黒も、戻ってくるような形ですね、で鈴木武蔵選手も加入ということで、はいはい、まあ、スピードはありますね。あの、まあ、多分具体的にはおっしゃらなくてもいいんですけど、これ以外にもまだあと何人か、はい、何人かは今多分ここにはそうです、日本人しかいないので、うん、カタカナの選手も入ってくる可能性ありますね。なるほど。じゃあもう少しこう何人かの名前が出てくると、うん、はい、いうことですけども、タイにも結構いい選手カタカナですけどでもしその選手が入った場合は、通訳に通訳になっていいと思います。タイ語で喋れるという特技がありますたぶん J1 でビファーレン長崎がどんな戦いを見せてくれるのかというのを楽しみにしている方多いと思いますけども、はいはい、その順位云々じゃなくてどういう戦いしようかなみたいなってあるんですか？いや、もう基本はやっぱり前からプレッシングですね、はい、もう絶対引いたらどれだけでも回されますもん。まあそうですよね、はい、じゃあかなりこう積極的にアグレッシブにいく、うん、はい、行かないとダメだと思います。うわ、ちなみにこの監督とやるの楽しみやなとか、このチームとやるの楽しみだなってありますか？いや、やっぱチームとしては鹿島とかね、フロンターレとかは、はい、やっぱやりたいですよね、楽しみですよね。いやー、楽しみやな。フロンターレに対して前からガンガンってとか見たいね。ね、本当に。でもフロンターレもかなりこうボール動かしてというようなゲームになるでしょうけども、まあいろいろグアルディオラを見ながら策を練りながら行きたいなと高木さんってユナイテッドが好きじゃなかったですか？ユナイテッドは昔は好きでしたけど、今のユナイテッドはちょっとっていうこと、気持ちは今シティに行っちゃってるんですか？シティっていうよりもグアルディオラやっぱすごいと思いますよ。いや、まあすごいです、ね、強すぎる。でもやっぱ武井さん、その海外のチームとか監督から相当刺激はお受けになってるんですか？あ、やっぱりそこはもちろん真似するところもありますし、うん、それを参考にするところもありますし、うん、でもやっぱり指導者も学んでいかないと難しいと思います。なるほど、なるほど。そういう意味では前から行かないとですね、うん、グラウディオラっていう風になるといや、そうですね、うん、長崎は指導はいつ頃からされるんですか？1月の8日ですね。もうじゃあもう年明けたらもうすぐというか、そうですね、もうお休みもつかの間と、はい、いうことですけども、ちょっと楽しみにしたいですし、いや行きたいな、うん、そのトストロね、トス長崎になると隣同士じゃないですか。福岡とトスって昔からあるじゃないですか、はい、ダービーになってますね、はい、だけどトスと長崎って
J2 の時もなかったし、ね、なんか名前つけちゃって盛り上げましょうよ。確かに ねなんとかダービーじゃないですけど、ね、ちょっと見てみたいと思いますけどもね、うん、さあということで、明日の金曜フットはですね、本山雅史さんと、中田浩二さんをお迎えしてアントラーズの話ではなく、うん、高校サッカー選手権の話題をお送りしますということで、うわ面白そう。でもやっぱ高木さんもやっぱ高校サッカーは気になりますか？気になりますよ。僕出たことがないので、うん、ああそうなんですか。負けたんですよ、県の準決勝で。しかもまだ国見が完全に出来上がる前だから。いやそんなもちょっとまだいろいろ聞きたいところもありましたけども、今回はもう時間ですか。時間ということで、高木拓也監督にお越しいただきました。来年また楽しみにしておりますんで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで木曜フットはここまでです。